しい日本語若者言葉。スマホの充電がなくなった。ピエン。あ、食べ過ぎた。ピエン。みなさん、こんにちは。今日、ピエンの若者言葉について紹介したいと思います。ピエンはカタカナでピエンと表示され、日常会話ではなく SNS でよく使う言葉です。残念に思うことや寂しいことがあったときに使われる言葉になります。ジスタやインスタグラムなどの SNS で残念だったことを報告するときを使います。ピエンについていかがですか？女子高生の間で流行しているピエンですが、最近男子でもよく使いますよ。動画を見てピエンの言葉を使ってみてくださいね。バイバイ。あの授業問題が多くて大変。わかりみ？あんちゃんの言うことはわかりみが深いですね。わかりみと言ったとき、え？それってどういう意味？と思ったかもしれないね。わかりみとは相手の意見や気持ちがわかる、理解するということを名詞的に表した言葉です。簡単と言うと、わかるとわかりみの意味は同じですよ。わかりみは単に若い人たちの間で面白いという理由だけで流行した言葉ですよ。同じ表現としては、分かること、共感すること、納得、同意できること、賛成などを挙げることができます。今回分かりみの意味や使い方について説明しました。分かりみは最近普通に使われている言葉です。ぜひ使ってみてくださいね。みなさん、こんにちは。今日の若者言葉はケッパです。ケッパ、ケッパいっぱいいっぱいなど、ケッパティオーバーの時に使う若者の言葉で、若者の時ケッパイという若者の言葉が使われています。ケッパは英単語のケッパシティの略で、収容可能数、最大容量、理解力や能力などの意味をカタカナ語です。例文、この会場のケッパティでは、これほど大きなイベントは開けない。彼の現在のケッパティでこの仕事量でこなすのは無理だ、というように使われています。以上、ケッパを説明しました。また次の動画を見てくださいね。バイバイ。今日のテストガチでやべえ。皆さん、こんにちは。ガチの意味は理解できますか？ガチはガチンコの略言葉で、真剣に、真面目に、本気でという意味ですよ。ガチ、ガチで、ガチにと使うことが多い。例文を紹介します。これガチでうまいから食べてみろよ。本当に、あのテレビ番組は
やらせなどはなく、ガチでやっているから面白い。本当で嫌などはなく。注意、若者の言葉は目上の人や職場では使ってはいけません。友達同士で使いましょうね。それではまた次の動画を見てくださいね。バイバイ。 YouTube チャンネル、 Facebook、 LifeForce ページ登録してくださいね。